うじまい TV 始まるよ。皆さんこんばんは。こんばんは、うじいまいです。本日もうじまい TV ご覧いただきましてありがとうございます。うじまい TV とは、私うじいまいが毎日1曲ずつ心を込めて歌った歌をアップしていく、そんなチャンネルになっております。いやー、本日はですね、隣のトトロ、昨日に引き続き井上あすみさんのカバーでございます。いや、この曲ね、実は思い出の曲なんですよ。ちょっといいですか、ちょっとだけ話してよ、ね、もう聞きたくない人はもう飛ばして、はい、この曲ですね、実は私中学3年生15歳の時に、あの北海道ローカルのね、夕方の番組、夕方どんどんってあったんですよ知ってる方は知ってますよね夕方どんどんのサビから選手権っていうのが、ね、あってね、サビだけ歌うの、ワンコーラスのサビだけ歌って2人歌うんですよ。でどっちかいい方を、こう審査員がこうバッて札を上げて、うまいってなった方に賞金が出ますっていうサビから選手権という企画があって、いや私ね、受験生だったんですよね。もうね、受験真っ只中の時期、冬に、あ、今日夕方どんどんサビから選手権行こうと思って、なんか思い立って、親にも何にも言わずに、あの大通公園の近くの丸井にカーって行って、でね、抽選だったんですよね、サビから選手権出たい人。なんとか引き当てて、で歌ったのがこれなんですよ隣のトトロトトロってね、歌ってね、見事ね、あの選ばれたどうでもいいでしょ。いや、その時の映像とかあるんですかね。いや、問い合わせてね、もしなんか問い合わせたらあるのかもしれないですけどね。いや、なんかそれぶりにちゃんと歌った気がしますね。懐かしい。はい、まあそんなどうでもいいエピソード、話しましたが、今週の日曜日はシアミュージックフェス16春、最終日、大阪梅田のアムホールで開催させていただきます。うじまい TV としてうじまいも参加します。サポートはですね、ギターの辻村隆でございます。あの生のうじまいの歌声、このしゃべり、グダグダのしゃべりもご存知かと思いますけれどもね、ぜひ体感していただきたいと思いますので、来られる方はぜひ気をつけていらしてくださいね、はい。そして私、5月5日もうすぐなんですけどね、5月5日でお誕生日を迎えます。その日ですね、代官山にあるノマドさんというところでバースデーレコ発ワンマンライブをさせていただくことが決まっております。ご予約受け付けておりますので、ホームページ、ツイッター、フェイスブックなどでですね、お声かけください。ということで、早速いきましょうか。思い出の曲です。本日のうじまい TV は井上あずみさんのカバーで隣のトトロです。聴いてください。